グラットンはイギリス海軍の艦船。黄金級モニターの一隻。元はノルウェーがアームストロングホイットアース社に発注した解剖戦艦であり、ボルグビンと命名されていたが、建造中に第一次世界大戦が勃発したことにより、イギリスが入手した。イギリス海軍ではモニター艦に分類された。1913年5月13日寄港。 1914年8月8日浸水。1918年8月31日収益。1918年9月11日にドーバーに到着。9月16日18時17分、ドーバー港内に停泊していたグラットンで爆発が生じ、火災が発生した。弾薬固有爆の恐れが高まったため、駆逐艦コサックが魚雷でグラットンを沈めるよう命じられた。 コサックの一本目の魚雷は、航走距離が短すぎたために爆発せず、二本目は爆発したもののグラットンは沈まなかった。これでコサックの魚雷はなくなったため、次は駆逐艦ミングスが雷撃を命じられた。20時15分、ミングスの魚雷2本が命中し、グラットンは横転着底した。こうしてグラットンの火災は沈下し、誘爆の危険はなくなった。 この事故で77人が犠牲となった。ドーバー港内で航行の障害となっていたグラットンの船体は1926年に移動され、現在は埋め立てられてフェリーターミナルとなっている。グラットン火災事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。